ポンピーさんとのラジオ上がりますか。ポンピーさんとのラジオね、ごめんなさい、非公開にしました。はい、ちょっとアーカイブなしです。まあ動画も生放送もなんだけど、なんて言うんだろうな、まあ、動画とかもたまにあるんですけど、まあ僕たちもこう人間なんで、なんかこう喋ったことが意図したものと違う伝わり方がしたり、まあ、もしくはそのこれはちょっと良くないなっていうこともやっぱあったりするんですよね。でそういう時は自分で良くないなって思う時は非公開にします。はい、まあ、なんでね、いやそう非公開にするとね、いやなんで非公開にするんですかと、そのなんか非公開にすること責められたりたまにするんだけど、まあでもそこはなんて言うんだろう、まあ、僕に意地悪したくて非公開にしてるわけじゃないから、たまに非公開にするけど許してねっていう、まあいろいろあるんで、まあでもアーカイブでも見たいって言ってくださる方とか楽しみにしてくれた皆さんは本当にありがたいなと思ってますし、それはどのコンテンツにおいても、まあ、なるべく期待に応えれるようにはしたいなと思ってるんですけど、まあでもそこも含めていろいろなことを判断してるので、まあそこは、まあ、どうしても納得いかないという方はまあちょっとごめんやでっていう納得いかないって言われちゃうともう本当ごめんやでっていう感じなんですけど、はい、まあ、皆さんもこう鼻くそじりながら見ていただきたいですし、まあ、僕たちもその全てね、こう全てが全て約束はできないというところで、はい、まあ、そこら辺はちょっとお互いある程度境界線緩くいきたいところでありますよね、うん。今日もご視聴ありがとうございました。よければ他の動画もご覧ください。最新動画もチェック、ドズル社の切り抜きチャンネルもぜひ。